どうも、おはようございます。速課塾の久でございます。8月10日朝5時半のこのライブ放送になりますけども、今日もちょっと手短にお送りしたいと思うんですよ。というのがね、どうもパソコンが不安定になってきて、ブルースクリーンって言って、急にね、パソコンをシャットダウンして、しばらく、こう、更新の状態に入るってことが頻発してきたんですよ。私のパソコン、3、4年前に買ったエイリアンの、エリア51っていうね、え前、ーまあ、カスタマイズするパソコンで、 50万、60万、70万ぐらいしたと思うんですけどもね。なんか最初からトラブル続きで、今に至るんですよ。で、今、エイリアンのパソコンで、オーロラってのが出てきたんですけども、これがまたね、結構かっこいいんですよね。まあ、パソコン本体バカでかいんですけども。うん。なんか、そろそろ買い替えようかなと思ってるところでございます。<laughs> まあ、言ってみれば私こうやってネットで、えー、生計を立てているわけですけども、唯一の資産っていうのはパソコンなんですよね。 だからパソコンには結構お金使ってもいいんじゃないかなと思います。例えば、車で通勤しているサラリーマンさんは、やっぱ車っていうものが絶対に必要ですし、電車を使ってる方はね、電車っていう経費が常にかかると思うんですよ。こういった形で、なんか勤めるってことは、お金を稼ぐための初期費用とかね、現状維持費ってかかると思うんですけども、私に言わせるとね、パソコンだけなんでね。だから、結構パソコンには、 かなりお金を投じてもいいんじゃないかなというってことでございます。はい。また買い替えようかなと思っている時期だよっていうお話でした。そして今日はね、昭和感覚とビジネスっていうお話をしたいと思いますけども、最近私ね、深夜2時か3時に起きてやることといえば、まず昭和の映画を見るんですよ。え昨日はね、息子っていう山田洋次監督の映画を見ました。この息子っていうね、映画はですね、三國連太郎さんが主人公で、自分の国、秋田、そこで大家族を 営んでるわけなんですよ。それこそ若い頃から、幼い頃からその秋田の家に住んできて、まあ親父の時代からその家に住み、そこで育ち、そして自分が親父を見送り、自分が課長になった時に、子供たちがいて、孫たちがいて、とっても賑やかなその秋田の家だったんですよね。でも、子供たちが育っていき、それぞれ上京したり、仕事を探して、結婚して散っていった時に、 物語の中でね、スポットを当たるのは、二人の息子なんですよ。一人は優秀な兄貴。東京に行って、商社勤めです。そして、なんとね、家まで買っちゃったというね。一目で見て、成功者ってことがわかります。もう一人、弟の方は、ま、あ出来損ないでね。素直な子なんだけども、何事もなずきずきせずに、お仕事も転々としているという形なんですよね。ま、あその物語が進んでいくうちに、わかるわけなんですけども、 優秀だと思った東京で結婚して家まで買ったその子供は息子はね忙しすぎてもうその日々を暮らしていないっていうふうに三國連太郎さん演じる主人公の人を通じて私たちは感じるんですよでその息子さんが買った家に、まあ、お父さん泊まりますよねそしたら奥さんとの会話が深夜聞こえてくるわけですよまあ、というのが秋田の家を引き払ってうちで一緒に住まないか ということをお、その息子さんが言ってたんですけども、いや、とてもうちは狭くてダメだよと。庭でもあればいいんだけども、あなたは会社に勤めてるからいいだろうけども、その間ずっとね、お父さんの相手する私の身にもなってみたいなというわけですよ。そうなんですよ。長期ローンと組んだ結果、その息子さんは、優秀ではあったんだけども、会社を辞めれずにもいるし、早朝から深夜まで勤めてるわけですよね。その三國連太郎さん演じるお父さんが、 朝早く起きて散歩していくときに、もうね、息子さんは出かけていくんですよ。あ、仕事だからって感じだよね。時間にしてそうですね、朝6時ぐらいに出かけていったんじゃないですかね。は忙しいなと思いながら奥さんがその姿を見送ったときに、見送りながら奥さんが言うんですよ。帰るのは9時、10時よだから一日休みをとってお父さんを迎えるのも相当な無理をしたというふうなことが伺えるんですよね。 まあ、優秀でありながら、なんとなく自分を生きていない、家族を楽しんでいない息子さんが、一人、スポットが当たるというところと。あともう一人、出来は悪くって、仕事は長続きしない。で、独身のもう一人の息子さん。いろんなことがあってね、えー、まあ、いわゆる、底辺労働と言ったらね、また言い過ぎかもしれませんけども、そういった仕事の中に自分の居場所を見つけて、 ものすごく大変だけども、ものすごく過酷な環境だけども、そこで働くことに喜びを見出した出来損ないの、その弟さんが、なんか自由に見えるんですよねえ。そして取引先の娘さんと結婚する決意を固めるんですね。そこにお父さんがたまたま遊びに来て、よ元気してるかってことだったんですけども、あ息子さんがね、ちょっと会わせたい人がいるんだよってことで、 まあその娘さんが来ると。実はその娘さんね事情があって体が一部不自由なんですよでその次男のでき損ないの息子はそのぐらいなんだって気持ちでねこの人と結婚するんだって決意を固めるんですけどもやっぱり内心不安なのがまあでもお父さん反対するかもしれないなって気持ちなんですよでも勇気を出して兄貴や親父は反対するかもしれないけどもこの人と俺結婚したいんだって気持ちをね伝えるんですよね はい。で、その次の展開がちょっとオチになってるんで、ここではお話できませんけども、そういった息子という映画、ああ、それから今回見ているのが山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチということでね。これもね、なかなかいいですね。今、夕張って街はもうね、破綻して何もなくなっちゃってます。そして外国人が買い漁っていて、まあ、夕張は今中国と言ってもいいかなというところでございますね。そればかりか北海道全土がもう中国ですよ。残念ながら。北海道の県知事もね、 どうも出場の知れない方で、べったりと、うん、黒い疑惑が付きまとっている、そんな方で、残念でならないわけですけども、まあ、受け入れなくては仕方がないのが、この日本がいつまで日本でいれるかってことです。これは、えそらことでも何でもなくって、昭和、平成に変わって、平成が令和に変わったぐらい、当たり前のことで、未来が描けていけると思うんですよね。まさにね、そんなわけないだろうって考えている人が多いから、そんなことが起きるわけですよ。 これが危機感のなさ、警戒心のなさということでございます。皆さんのお勤めの会社、ね。ちゃんと、これからも、給料払ってくれますかねこれからも、商売続きますかねね。なぜなら、なぜならですよ。ちょっと考えていただきたいんですけども、あなたのような社員が、全員だったら、会社持ちますかねってことなんですよ。逆に、自分みたいな社員が、いっぱいいるから、その会社を持っているということなのかな。 いうふうに考えてみると、自分の姿が分かりやすいんじゃないかなってことですね。はい。で、この辺はちょっとね、追求あまりしないでおきましょう。昭和40年男というね、本があります。まあ、この中には、昭和の時代に、こんなことあったよね、あんなことあったよね、こんなことを思いながら俺たちは生きていたよってものが満載なんですよ。つまりは、過ぎ去った時代でもビジネスになるってことなんですよ。何もね、最先端のものを集めて、新しいものを紹介すればいいってもんではないんですよ。 古いものでも、そして私たちの生まれてきた時代、生きた時代、育った時代のことを集めただけでも立派なコンテンツとなり、人々に喜びや感動をね、もたらすことができるわけですよね。だこういうふうに私たちもビジネスを考えていたときに、まさに自分の人生、経験そのものがお金になるってことに気づいてくると思うんですよ。ですので、私はこれからも発信を続けていきます。発信をしてですね、自分の 見ていたものが一体何だったのかっていうこと一つの考え方をお伝えすることがこれまたね発信者の魅力と積み分けになり自分だけにしかない発信解釈になるわけですよねまさに事実は一つで解釈は無限にあるわけですよで事実は事実として一つしかないのにそこにどんな解釈を自分がもたらすかによってファンができたりできなかったりってことになりますので、えー、もしね情報発信でビジネスをしたいと 思う方がいらっしゃったら、恐れずにね、独特の解釈をしていただきたいと思います。どんな解釈をしても賛否両論あると思うんですけども、その賛否両論自体がですね、ビジネスの種になるということなんですよね。じゃあ本日は以上でございます。ア、は、イ、い、さんもいつもありがとうございます。サブチャンネルでお届けしますけどね、サブチャンネルにもお越しいただきまして、感謝の至りでございます。まあこういうふうにね、メインチャンネルがなんかね、 バン食らったぐらい、制限食らったぐらいで、くじけないわけですよ。そう考えていったら、何の制限も受けてないのに、YouTube 活動をね、やるぞって始めた人がやったりやらなかったりというのは非常に残念だなと思いますし、あの、忙しくて YouTube ができないっていう考え方も分からないでもないんですけども、実は分かりません。忙しくったってやるのが仕事ですからね。忙しくったってやんないと。で、忙しいぐらいでできなくなるものはもうすでにね、仕事でも趣味でも何でもないわけですよ。どんなに忙しくったって、 彼女が好きなら電話1本デートを1回すするわけですよどんなに忙しくったってマージャン好きなやつはね眠い目をこすって1回でも2回でもやるわけですよどんなに忙しくったってねどんなに忙しくったって自分の人生まさかね岸田総理よりは忙しくないわけですよだからマジでね世界一忙しい人でも衣食住を送ってるわけですからそれ以上に忙しい人はなかなかいないと思いますんでね <laughs> そういう忙しいという思いから、まずは脱出していくことが大事なのかなと思います。おノクさんだおはようございます皆さん、なんちゃって億万長で合宿は昭和がテーマ。最近やってないけど、やりましょうよいや、私ね、ノクさんね、これ、昭和の映画面白いですよ。本当に。この前見たのがあ、あと、ふるさとってやつですね。これはね、広島県のね、倉橋島が舞台になってる映画だったんですけども、 あの1960年代の映画だったと思いますよ。私は生まれる前の映画です。あの、暮ら島でお、親子代々ずっとね、島の仕事をしてきた人が、だんだん時代が変わってきて、海の仕事ができなくなってきてね、で、町の方に出かけていって、工場に勤める。そして、自分の仕事を手放して、自分の故郷を手放して、町に出ていく人の寂しさ、葛藤を描いた物語ですね。えー、もう一つはね、 「家族」っていう物語だったんですけどもこれも山田洋次監督の作品でですね山田洋次監督ってい、ね、まだにね監督してるのすごいっすね80代でしょ、うん、まあその「家族」って物語は長崎で苦労されていた家族が旅を続けながら北海道の開拓部落になるって話なんですけども、まあ、これもね当時の時代背景をものすごく表していて特に私の住んでるこの町が出るわけですよでここで一時期滞在して 旅を続けるって物語なんですけどもあの、住み慣れた地区が映画に、ね、出てると、なんとなく嬉しいですね。うん、まあ、映画に出てるのは、映像に出てるのは50年も前のところですけども、なんとなく今見ても名残がありますしね。あの日本交換っていう製鉄所が、これからもう上り盛り、うなぎ上りの時で、どんどん開発、埋め立てが進んでる、そんな時をこを車でずっと走るのをね、あの多分ヘリコプターから映してるんですよ。当時、ドローンなんてないですから。うん 映画の制作費用もものすごくかかったんだろうな、ということが考えられますね。はい、野田さん。暇です。今日は、ね、暇な時間に億万円とらしく、どんでやるみたいに私は思ったんだけども、でもね、年号が変わるってことは、人々の心理状態が変わるってことが働きますので、やっぱり時代は変わるなら、改善が終わった方がいいですね。改善不安です。はい。えー 当時の文化はほとんどがノスタルジックを感じますね。うん、ノスタルジーを感じるのはあの時代劇やっていきましょう。はい。ノックさん小海市も山々旅々行くんですけども古い商店街はなんとか残ってます。だから尾道市っていう町のブランドが商店街をなんとか存続そろそろ外資に侵され地元の人だけではやっていけないような。